大久保氏は、日本の氏族。大久保氏一族発跡地関東の豪族、宇都宮氏の初流である竹茂氏からの分流で、南北朝の騒乱の際に、竹持と絆のこの竹持安富士が、三河国に移住したのが始まりで、その子孫が当時、奥三河の小土豪であった松平氏に仕えたと、自称するが、本性は、宇都氏であり、関連性を立証する資料は存在しない。 大久保忠重、または、大久保忠都の代に、越前出身の武芸者にあやかり、大久保姓を称した。流液館の中では、安城松平家安城城居城時代からの、最古参の安城府大七家の一つに挙げられている。戦国時代に、徳川家康の配下として知られるようになり、主に、大久保忠和の子である、大久保忠世、忠助の兄弟が主要な合戦で武功を挙げている。 忠世の子、大久保忠近は、徳川秀忠となり、やがて老中に抜擢されるほど徴用される。しかし1614年、忠近は改役処分となる。身柄は、井井直隆に預けられ、大見国久留元軍中村へ配るされた。忠近は赦面されることなく、その地で没している。忠近の次男以下も、処分対象であったが、出去処分で済んでいる。1625年、 ただちかの孫、昼食の代になって、ようやく赦免された。当時22歳の昼食は、母方のいとこ、松平忠孝の死去に伴い、身の国可能藩の新たな藩主となって、大久保家着流を再興させた。実施に次々と創生された、ただし職の後を継いだ、大久保忠友の代から再び、相模国小田原藩に封された。相模守ただの海域から、 実に70年余りの歳月が流れている。その後も小田原藩の統治が続き、明治維新を迎えることができた。1869年の藩籍奉還後、小田原藩の10代藩主、大久保忠義は、そのまま藩知事となったが、1871年に廃藩知見があり、大久保家は家族に列して、後に死者となった。 戦国期の忠和の兄弟である忠俊の子孫は旗本になった。また、忠幸は戦で足が不自由になった後に歌詞作りで徳川家康に仕えて後に神田上水の改作に努めた子によって子孫は代々江戸幕府の歌詞を務めたという伝説がある。忠和の子である忠代忠助兄弟には他にも天下のご意見番の異名で呼ばれる忠隆がおり、 戦国の旗本として、仮名を伝えた。彦左衛門の系統以外に、中ための系統も存在する。中ための直系孫、徳春は下谷国から須山藩を起こした上に、老中に抜擢された。中ための四男、中級は、奇襲藩士となっていたが、孫娘、新徳院は旧大将軍、徳川家重の聖母となっている。そのため、 新徳院の弟たちは爆心に召し出された。なお、幕末、明治期の政治家、大久保一郎は、大久保忠都の諸子で着出の忠勝とは別家の旗本を起こした大久保忠しの末裔である。宗家、小田原半径大久保氏経図判例。一実践は、実施、転戦は要子二構成の都合で、出生順より組み替え。三経図の出典元は、 おじの忠だの養子旗本より愛石、か佐国、武蔵国、上野国内五千国。旗本より愛石、か佐国、安房国、上野国、伊豆国内五千国。旗本より愛石、下付国賀軍内四千国。旗本より愛石、小田原藩内蔵米六千兵。旗本より愛石、相模国、駿河国内三千国。小田原藩奥保家一門。 忠光の外孫、佐貫高松藩主、松平、みとらいひの逸夫お、カラス山藩径大久保市経図藩例。一実戦は、実施、転戦は要死。二経図の出典元は、旗本頼り相席、武蔵国、か佐国、下宇佐国内五千国、紀州徳川家臣、加納栗の三乱、旗本頼り相席、下付国内五千国、 旗本、烏カラス山藩内に戦国、笹本義富の子、下助家三部藩主、鳥井忠明の次男、下助宇都宮藩主、松平、福洲忠宏の長男、下助宇都宮藩主、松平、福洲忠宏の三男、忠国の実弟、薩摩国出身の大久保利道の一族がいる。薩摩藩主の大久保家は、藤原姓とされるが定かではない。 江東逸話では一説、厳生畠山氏の一族で、戦国時代に京都から薩摩に移るという。また、漢文年間の諸家大概にその系図を偽物扱いされている、大久保源太左衛門という人物が厳生畠山氏を称しているが、この人物と東北保家との関係は不明。上京年間に一期号川上に下り、後年に鹿児島城下に戻るという。 彼の一族については、大久保利道を参照。薩摩大久保氏系図判例。一実戦は、実施、転戦は要死。二構成の都合で、出生順より組み替え。また新選組の近藤勇は、晩年、大久保山とと名乗っている。ありがとうございます。